これは押しちゃっていいんですか、このカメラ B っていうの、はい、そうですね、押しちゃってください。そうするとパッとここがオンエアされる映像になります、はい、なので、まあ、ちょっと自分でやって自分で撮るの難しいんですけれども、はい、ここをずっと撮っていただきながらボタンを押すとカメラ B はそこですもんね、今ね。そうですね、天気の地図、カメラ A が映しているものこちらになりました。こちら、はい、カメラ A が映しているものが常時ここに映っていまして、はい、こちらのモニターにはカメラ B が映しているものが常時映されています、はい、天気予報のコーナーですね、はい、でこちらが今カメラ B が映っているものがオンエアされているという状態になりまして、はい、じゃあ、はい、ちょっと一度スタンバイにしましょう。これスタンバイ状態ですね。こっちとこっち、はい、同じになります、はい、で仮にこちらでオープニング流してみますね、はい、あ、本当だ。で最初はニュースですのでと、まあ、操作して、まあ、3パターンしかないんですけど、はい、オープニングとカメラ AB と、はいはい、こういう流れでもっと本当はカメラがいっぱいあって、はい、いろんな操作をしておりまして、また切り替わり方もこのようにパンパンって、これがニュースでは主流なんですけど、パッパッと切り替わる方が一応8パターンありまして、はい、こういう、こちらご覧ください。こちらでも変わります、ね、はい、いろんな切り替わり方、うん、ニュースではあまりこれ使われなくて、主に アニメーションなんですけど、はい、SF ですとか、たまにこのミックスっていう章なんですけど、こうやってうっすらと前の余韻を残しつつ次のページに行くっていうのは使われたりします。はい、このレバーは何ですか。これもこのオートっていうやつと同じ機能なんですけど、あ、切り替わるんですね。切り替わる、うん、はい、でもなんかあんまりこれ使われないみたいで、主にこのオートの方が好まれて使うみたいですね、はい、分かりました。こちら自分の速度で、まあ、ゆっくりできたりする、はい、こっちはもう決まっちゃってるんですか、はい、そういう違いですね、はい、だから例えばここにたまに中継とかでこう外の映像中継とつながってるところで、はい、ここにスタジオの人の顔とかが出したりするっていうのがあるんですけど、はい、ここにそのスタジオ内のその人の顔を映しているカメラの映像をその VTR なんかにこうやってはめ込んだりするとき、はい、ま、ちょっと今使えないんですけど、はい、PINP っていうここにいろいろ、はい、この部位に差し込めますっていう4パターンがあって、はい、本当だったらこれ、はい、ボタンを押せばパッて映るようになるんですけど、はい、ちょっと今使えないので、はい、そういうあれはあらかじめこうセットしておくんですね、はい、ここね、セットしてあるんです。わかりました。カメラ A の映ってるものをここに入れる、はい、カメラ B の映ってるものをここに入れますよっていう、はい、そういうボタンが本当にあるんです、はい、